このお金がなくなったらやばいっていう状況とか、このお金に手をつけると自分だけじゃなくてちょっといろいろまずいっていう状況で、そういう状況にもかかわらず打ちに行ってしまう、あの読み置き感、背徳感、よっしゃー報われた、この瞬間だよね、やっぱこの瞬間ですね、モード狙いで打っててね、いいのは。さあ、おきどきやめまして店内をぐるぐると歩いてみましたが、なかなかね、もう商い自体があんまなくて、どうしたもんかなといったところでたどり着いたのがこいつでございます。私、動画でジャグラー打つことはかなりあれなんですが、それぐらい追い込まれているということです。お察しいただければ幸いでございます。で、まあ、データ的にですね、まあまだ打てんのかなっていうデータですね。こんな感じです。ミックはもう200分の1以上で、レギュラーがね300分の1ぐらいかな。でもガッサンだと120分の1とかなんで、まあ、悪かない、悪かないです、悪かない。これが、まあ、今からビッグとレギュラーがね、こう、うまい具合に噛み合って出てくれることを期待します。さあ行ってみましょう。今日は液晶がない機械と縁がありますね。液晶付きの機械とはどうもご縁がないよ。なかなか座れません。まあいいかな、そういう回があっても。液晶ついてる機械は僕以外の人がほぼ毎回打ってるでしょうから、そういう回があってもいいと思います。まだ投資が300枚なので、こいつでリップをちょいちょいかけてれば、あの数十枚とかになるかもしれないですけど、プラスで終われるんですよ。だから勝率 100% をキープできるんです。だからここはしっかり勝ちに。でもさっき花火打ってる時にジャグの思い出話して、その話のことを言い出したら光るっていうのも、なんか縁があるというか因縁というか感じられますね。あの時光らせらなくてごめんねみたいなことなのかもしれない。よし、ピークボーナス。いやー長かった、引くまで長かった気がする。実際全然長くないですけど、よーし耐えてる、プラス息で耐えてるぞ。まださせましょう。ジャグラー打つ上で決めてるのが、ボーナス後1ゲーム目は狙うんです。純粋な1ゲーム連を達成するために、はい、狙ってるんですけど、実際揃うとめちゃくちゃびっくりする。この間揃ったんですけど、何年かぶりにすっげえびっくりした。で、じゃんじゃんバリバリ出すから、みんなもね試してみた方がいいです。1ゲームで
ボーナスでなんか。当たった当たった。はい。ああ危ねえ、ビッグだ。160ゲームでした。ないか。早い。何ゲーム？15ゲーム。いい連チャンですね。ビッグだと思います。多分こっちが早すぎたんでしょう。はい、来た。よし、結構安全圏に入れたかも。少し足踏み出た気がする。さあ来ました、ジャグ連が始まっております。そろそろ1ゲーム連もあるかもしれない。ございませんでした。調子出てきたね。42ゲームです。今度はさあどっち、ビッグボーナース、あと使います。久々打つと面白いですね。22ゲームでございます、ね、そろそろ化けかな、そろそろ化けかな。やっぱり予想通り。これで化けが320分の1ぐらいになります。4ぐらいだね、こう見ると3、4ぐらい。ただビッグがものすごいよく出てるんで、どうなんだろう、どうなんでしょう。ビッグの方によって打って考えることもできなくはない。レギュラー分がね、確率がたとえ1対1だとしてもビッグとレギュラーの確率が両方同じように毎回ね、出るなんてことはないので、まあ、ビッグが引けてる分、レギュラーが引けてないって可能性もあります、ね、設定ごとも含めて、あくまで可能性の話です。お、外
外れるかも。500外れ目です、これは。はい。残念でした。ちなみに中段リプレイ転売以外から左でチェリー出たら、必ず受かります。当たりです。その時に右下段まで、7が滑って、落ちてたら逆押しでね、リック確定になります。うわー滑った。アイツーリール確定目でございます。チェリー出るかも。はい、あ、出た。2人でございます。バーがあるんで枠内にレギュラーの可能性はまだあります。はい、負けラッタでございました。まあ今日に限って言えば別にあれかな、設定とかいうよりもまあいつでもバンバン当たってくれた方がいいかな。187ゲームでレギュラーでしたね。187で。さあ、そろそろ1ゲーム連してくれるか。はい。そう簡単にはいかないか。実戦終了でございます。いい勝負でしたね今日も。またいやー戦った感がありますね。まあそんなわけで、まずは結果から言ってみますと、投資が6000なんで300枚でございます。で何枚出たかと言いますと、はい、こちらドン900と2枚でございます。902枚ということで、私今回もプラスです。602枚のプラスでございます。いやー負けませんね、ワン・フォー・オール。4戦全勝でございます。まあ今回ちょっとあのスケールがね、前3回目に比べてちょっとちっちゃいというか、勝ち枚数がちょっと減りましたけども、それにしてもですよ、4戦全勝でございます。花火から始まり、オキドキを経由して最後ジャグラーで締めるというね、なかなかクロート好みの立ち回り実践だったんではないでしょうか。勝率 100% キープというね、なんともまあいい実践なわけですが、こうなるといよいよもって私以外の出演者は何をやっているのかと、まあ、あの1回出て1回勝った人とかはまあ勝率 100% だからね、なんとも言えませんけど、2回3回出てですよ、1回しか勝ってねえとかさ、何なのそれね。俺しかも今日あれだよ、あの昼から来てっからね、昼から来て稼働のいいホールで空いてる中でこうやって勝ったからね。これを見て果たして他の出演者、過去の出演者は何を思うのでしょうか。というかまずこの番組を見るのでしょうか。はい、まあ、そんなわけで私今回も勝ってしまいました。勝ってしまいましたってのもおかしいけどね、勝てました。はい、まあ稼働がいい店だとやっぱりなんかね、その高設定がすでに埋まってる可能性が非常に高いので、あんまりこのそれの可能性、高設定の可能性に期待して打ち続けるというよりは、なんかこう、あ、これ可能性、そのいい状況にあるなとか、モードとかね、状態とかがあるなっていうのをこう渡り歩くっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。まあ、そういうことがね、今回見せられたんで、なかなかいい実践になったんではないかと思います。またね、次回出た時も勝利目指して 100% キープ、勝率 100% キープ目指しますんで、ぜひご覧いただければと思います。そして他の出演者は私に負けないように
頑張っていただければと思いますんで、また次回お会いしましょう。さよなら。I'm not afraid to die.